日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に上がりくるのが広がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武からさあ秀口少し近いところに溜めてくる。うわーマジでこんな簡単にいけんの。一気にサイドを抜けた山口。オーレフローが取られません。左サイド入り口山口逆サイド清武がどっちのボールになる。キープしたのは日本代表の井出口がキープした。さあどうやって戦うか。もう一人もキープしている引きつけてスペースができたところを、はい、選手こっち側の選手を使うってなったら大丈夫。山口前に行った。あーキックパス、キックパス、振り切るか、振り切るか、振り切る。清武のところ、清武から井出口は上から、いやー